はい、どうぞ。はい、キャトルさん、はい、ちょっとその二次予選は、はい、あの2着だったんですが、その、はい、窓場さんがすごかったのか、はい、ちょっとご自身になんか足りないところあったのかって、はい、すごい、ね、気になるところなんですよ。いや窓場さん強いのは、まあ、もちろんですし、もう、はい、自分もちょっと、うん、なんかもうちょっと、はい、進まないとちょっと戦いづらいですね。はい、で、まあ、バックあたりはその稲川さんも気にはなった感じですか、はい、バックの、はい、そうですね、もう稲川さんの、はい、牽制もちょっと緊張しながら、うん、ちょっと硬直して、はい、やばい止まったと思って、うん、はい、で一度で窓場さんの後ろにこう収まるような、そうですね、うん、はい、もう一回ちょっと突き直しをさせてもらって、うん、踏んでるんですけど、ちょっと、うん、なんかもうちょっと進んでいかなくてあったんで、はい、でなんか最近のちょっと北鶴さんらしさがね、はい、ちょっと今日はそうですね、うん、昨日も今日もなんかまあ自転車変えたせいなのか、まあ、うん、直前の練習があまり良くなかったのか、うん、ちょっと、はい、難しいです、はい、ちょっと3日目準決勝に向けての修正でいうと急激には、そうですね、練習を間違ってたとしたらちょっと立て直しは無理ですし、うん、まあ、自転車側だったらですね、まだなんか見つけて変えればいいのかなとは思うんですけど、ちょっとね、まだ時間はね少しありますんで、そうですね、ちょっと、うん、はい、昨日ちょっといろいろと、はい、寝る時もちょっとなんか自転車のこと考えてたんですけど、うん、はい、まあなんか見つけれた部分はちょっと今日改善したんですけど、うん、まあ、もうちょっと、はい、欲しいなっていうのがあります、うん、花粉症は大丈夫ですか今回。静岡がちょっと花粉伊豆がひどかったんで、うん、まあ、そこに比べるとだいぶいいんですけど、うん、まあ、でもやっぱちょっとなんか鼻から血が出たりとかは、まあ、軽くはあるんで、まあ、でもみんな花粉症出てるみたいなね。そう、条件はもう山田秀さん声が、ね、はい、喋るのが辛いみたいな。そうですね、うん、いや、ひどく出られてる方もいるんで、まあ、自分はまだ軽症な方だと思うんで、うん、はい、まあ、ちょっとね、まあ、みんな、はい、いろいろとその改善点というかね、埋めていって、そうですね、いい勝負を、もうちょっと、はい、なんか見つけれたらいいなと思うんですけど、うん、はい、まあ、修正、戻せれる部分と、もうちょっと変更して戻せない部分もあるんで、うん、はい、自転車はもう、その今回のは1台だけど、あ、1台だけですね、うん、はい、自転車とか車輪とか、まあ、いろいろペダルとかいろいろ変えたんですけど、うん、まあ、前回それ出してまあよかったんですけど、うん、もうやっぱ練習直前の部分、うん、直前の練習がちょっと、うん、なんか疲労が残ってるのか、うん、まあ、練習を間違えてたのかちょっと分かんないですけど、はい、ちょっとね、まあ、はい、その分は明日ね、気持ちで乗り越えてもらって、そうですね、うん、はい、もうケアするしかないですね、うん、はい、では頑張ってください、はい、ありがとうございます。よし、ヒデさん。